皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが9月10日に配信した火曜日恒例の予言の5回目をご紹介します。2024年9月10日の予言。それは破壊者だとホピの予言でも伝えています。そのことについては動画も作成してあります。そのうちの一つはホピ族の予言であり、もう一つが青い星カチーナについてです。その動画は2029年4月13日偉大なる浄化の炎という題名です。それはとても深い段階までホピ族の予言を掘り下げた内容です。そこで語られているお話は2029年4月13日に必ず起こると思っています。これは地球の地殻や天候などあらゆる物事を動かし暗黒の3日間がやってきます。短期間ですが太陽が隠されるのです。スピリットによれば地域によっては3日より長く暗黒が続く場合もありそうです。そう聞くと私たちは停電が起こると思ってしまいますが実際は太陽光が何かによって遮られるのだと思います。もしかしたら大規模な火山噴火によって太陽光が遮られてしまうのかもしれません。今脳裏に飛び込んできたのはその火山はイタリアにあるというビジョンでした。その出来事は送電網にも覆いかぶさり電気が使えなくなるでしょう。スピリットが言っていたことを思い出していただきたいのですが、その時はパニックになる時ではなく反省する時であり、暗い中で瞑想して光が放たれると同時に人類が異次元へと覚醒するための準備期間なのです。私だけにこの信託が降りてきているわけではありません。他でも同じようなことを言っている人もいます。私たちはそのタイムラインの上に乗っているのですがこれらが全て来年に起こるとは思いません。スピリットは2025年から2032年の期間について繰り返し語っています。私の予感では2025年から2029年の間に青い星カチーナの予言が現実になると思っています。多くの出来事を見ることになるでしょうが、最終的には理想郷へとつながるのです。どうか皆様、良いことに焦点を当ててポジティブでいましょう。これからも困難で狂った予言が現実になっていくと思いますが、私たちはその契約に調印してこの世界に生を受けたのです。魂の修行においてこの世界で起こる出来事を経験するためにここにいることを忘れてはなりません。その修行がどのように私たちを導こうとも行くべきところへ行くのです。そこが現世の終末点であったとしてもそれも含めて魂の修行なのです。フィリピンがとても強く脳裏に浮かび、またマリアナ海溝で重大な何かが起こる予感がします。そこにはグアムもあります。何かがずれる感覚があり、そこには海底プレートもありまた様々なものが渦巻いています。何かが海底で起こる予感があり大地震かもしれません。津波のような大波が台湾とフィリピンの岸にぶつかります。それだけでなく大規模な台風がこの地域に到来してフィリピンと台湾に大洪水を引き起こすでしょう。もちろん橋やダムの崩壊もあると思います。スピリットは繰り返し水に警戒するように語っており、それが橋やダムも崩壊させ、一方で水をせき止めることができても他方では流れていきます。日本の地図を見ていると地震か津波が日本の一部を揺らすでしょう。日本の横浜から静岡にかけての地域がとても気になります。まだ懸念すべきお話がたくさんありますが学校について将来起こるであろう危機についてお話ししましょう。悲しいことにスピリットは学校で恐ろしい出来事がこれからも起こると言っており銃撃事件もあるでしょう。今となってはそのような事態は避けられない状況であり大統領選挙も絡んできます。この国の歴史を見てみればそういう出来事が必ず大統領選挙の前になぜか起きているのです。それも複数回にわたってです。それが偶然だとは思えません。悲しいことにそのような事件が先週ジョージアで起きてしまいました。犯人だけでなくその親も逮捕されたのです。
情報も交錯しており、母親が警告を発していたものの全く無視されていたとの報道や複数の銃撃犯がいたとのお話もあります。この事件についての動画もいくつか上がっていますが、私はそれをここであえて見せようとは思いません。この学校の大きさを見てみれば離れた場所で同時に銃撃が起きており、とても単独犯では不可能です。スピリットによれば現場には別の犯人がいて、必ずしも今回逮捕された犯人と関係があるわけではないそうです。一体今回逮捕された犯人とどのように関連するのかはわかりません。トランプ氏も多分知っていると思いますが、彼は口を閉ざしています。彼は暗殺未遂があった時にその場にいなかったシークレットサービスを褒めたたえました。その場に必ずいなければならなかったにもかかわらずそうしたのです。今彼がラリーをする時は大きな防弾ボックスの中にいて、彼の前面に防弾板が貼られていますが、側面はどうなのかわかりません。ペンシルバニアでの暗殺未遂事件の時に弾丸は正面ではなく横から飛んできました。どうして彼の側面に防弾板を貼らないのでしょうか？どうしてちゃんとした防弾ボックスを作らないのでしょうか？私が彼の立場でしたら、そのような状況で演説台に立とうとは思いません。闇側は彼を排除するためには何でもやるでしょう。ジョージアでの銃撃事件の話題に戻ると、とても情報が錯綜していて、母親が子供の犯行を止めようとしたとのことですが、とても怪しい何かがこの世界で普通に起きています。その陰には政府やグローバリストたちがいますが、すべてのことを疑ってかかるべきでしょう。これからも学校での事件についての警告を発していきます。ここアリゾナではナバホ族が健康のために戦っていますが、それは私たちの権利であり、綺麗な水に良い食べ物、そして良い健康を享受するのです。ですが政府の腐敗と賄賂が病気を引き起こします。それがナバホ族の主張ですが、メディアは決して報道しません。黒い蛇の予言に照らして原住民に起きていることを見れば、メディアは常に原住民を悪人として報道します。私も以前黒い蛇の予言についての動画を制作しましたが、その予言は的中してしまったようです。大量の原油が漏洩して、まるで黒い蛇が川を渡るかのように見えています。それはまさに予言されていた出来事なのです。まだ黒い蛇の予言の動画をご覧になっていないのでしたら、ぜひとも見に行ってください。確か50万回は視聴されていると思います。ナバホ族の人たちは高速道路の建設に反対しています。それはウラニウムがこの美しいグランドキャニオンから出てきてしまうからです。実際グランドキャニオンの地下洞窟にある古代遺跡にスミソニアン博物館が入り洞窟をしており、秘密基地があることも知っています。未だに職員がそこにいて人々が入るのを遠ざけています。そこに古代の謎を隠していることだってわかっているのです。時々ヘリコプターが出入りしていることもご存知でしょう。もし彼らがウランや金を採掘しようとしているのでしたら、グランドキャニオンを乱開発するでしょう。ナバホ族はそのことに反対しているのですが、どうやって抵抗できるのでしょうか。私も何かしらの形で手助けしたいです。ナバホ族の方々はアリゾナの高速道路建設を阻止したいようですが、もし彼らが抗議行動をするなら、私も車に乗って駆けつけたいと思います。ここから数時間の距離ですので。いかがでしょうか。黒い蛇の予言は7年前のものですので、ワンダーウォールでは配信していません。これから作成しますので少々お待ちください。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。